はい、皆さんこんにちは、のぺんです。ファーミングシミュレーター22やっていきましょう。さあ、前回はこちら、砂糖工場で砂糖を生産しました。これは天才を原料にしたんですけども、現在こんなにたくさんの砂糖ができています。この砂糖をね、ケーキ作りに役立てていきたいと思います。よーし、やっていきまーす。さあ、ということで今回はケーキ作りチャレンジしてみましょう。まずはケーキ作りに必要な材料は、あと足りないものは卵とチーズぐらいか。まあ、とりあえずパン屋さん置きましょうか。パン屋さんね、パン屋さんはまあこのあたりかな。まあこの辺だったらお客さんもね、寄りやすいと思うんで、じゃあまずは、よし、じゃあここに置きます。はい、で、この辺の木も切りたいね。ちょっと邪魔かも。で、今度はチーズを作るための乳業工場か。で、乳業工場は、だいたいじゃあこの辺ぐらいにしましょうかね。はい、行きましょう。はい。で、今度は、家畜で、これだよね。鶏。鶏小屋は、あ、ちっちゃ。ね、そうやな。じゃあ無難に乳業工場の後ろでいいか。よし、ここにしましょう。はい、よし、できました。で、この辺ちょっとボコボコになっちゃったか。まあ仕方がないか。よし、じゃあ向こうの方行きましょう。はい、で、まずこれがパン屋さんですよね。あー、立派なパン屋さんだね、すげえ。で、ここでケーキ作りできるんだよね。で、はい、管理の方を見てみると、作りたいのはパンではなくケーキでございます。で、材料めっちゃいるね。で、いちごはビニールハウスの方で作れるから後で持っていきましょうか。で、あとそうやな。で、これが乳業工場か。で、乳業工場はチーズを作らせたいんで、はいはい。で、チョコレートもできるんだ。チョコレートは牛乳と砂糖か。カカオはいらないんだね。で、バターにしまして、はい、で、有効化、はい、これね。で、ケーキも有効化にしましょうか。はい、で、こっちにあるのが鶏小屋ですね。鶏小屋はどんな感じですか。じゃあまずは、はいはい、じゃあ家畜を買いましょう。はい、鶏おんどり、ほう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 。鶏縄ぐらいかな。じゃあ20羽ぐらい買ってみましょうか。はい、買いまーす。で、ここにおんどりをじゃあ5羽ぐらい追加するか。はい、いや10羽。はい、じゃあ買いまーす。で、これでこの鶏小屋に30羽いますね。わー、なんかおんどりだけじゃなくていろんな種類の鶏いるじゃないですか。おーおーおー。で、餌はどんな感じにすればいいですかね。待ってね。餌はどうすればいいの。待って、家畜、これだ。で、家畜。で、これは穀物か。で、水も多分いるよな。さあ、水持ってきましたよ、水。あれ？水いらないのかな。水いらない感じ？あ、そうなんだ。もう餌だけでいいんだ。牛もそうだったけど、家畜に水いらないのかな？ちょっと待って。はいはい。本当に水いらない？私、じゃあ捨ててくるよ。うわぁ、水いらないんだ。マジっすか。ではでは、次は鳥の餌、取っていきましょうか。鳥の餌はですね、家畜の、小麦か。あ、小麦が鳥の餌なんだ。じゃあ今度小麦取った時、鳥さんたちにあげようか。じゃあこれ買って、で、これ買って、まあ、大体じゃあ4パレットぐらいか。はい、じゃあ買いまして、で、これをじゃあそっちのこのトラックに入れましょうか。さあ、君の出番だ。さあ、フォークを使って、で、上手にね、はい、持ってきますよ。で、こうして、で、はい、これで刺しますよ。はい。で、入りました。で、掴んで、で、向こうの方に持ってきます。
小麦が餌だったらね、育ててオーバーロードした方が早いんですけど、でこうして、あーあー、ごめんなさいごめんなさい、め大事故大事故、やばい、ごめんな。さあ餌持ってきましたよ、餌、よしよしよし、できますよ。はい、じゃあここに、はいはい、でこれでどうでしょうか。あー、減ってる減ってる減ってます、わかりますかね。一応ね、右下の数値が減ってきてるんですよ。さあこれで鶏さんたち喜んでくれるかな。あーと、でもうちょっと前か、お、あー、でこれでオーバーロードしてるね。オーケーオーケー。というわけで今度はチーズを作りましょうか。でまずは牛乳取りましょう。牛乳はこっちですね。はい、じゃあ取ります。ここの坂やだな。でドアも開いちゃって邪魔になっちゃった、ごめん。まずはじゃあ牛乳入れます。こんな不安定な体勢から牛乳を補給するのか。あー大丈夫、入れる。で今牛乳入れてますね、8000リットル。はい、さあ牛乳持ってきましたよ。ということでじゃあこっちにオーバーロードします。オーバーロード、あ、ここが、はい、じゃあ、はい、どうぞ。でこれでこっちの乳業工場に牛乳が入りまして、チーズが生産されます。さあまだまだ8000リットルも結構入ってるもんだね。いやー、絞りたての牛乳のチーズですよ、美味しいに違いない、美味しいに決まってるわ。でこれでこれで、はいはい、生産チェーン、うん、今チーズを作り、チーズじゃない、バターだ、バターを作り始めてるね。うん、チーズじゃなくてバターね。でこれでこれで、でこっち側にバターができる予定なんですよね。で砂糖もあるしさ、なんだったら砂糖だけでもこっち持ってっか。でこの辺のちょっと坂邪魔だな。じゃあ行きましょう。これをじゃあこうして、でこうして、でこれをこのまま砂糖にアタックして、そっちのパン屋さんに補給するというアイディアはどうでしょうか。さあ行きましょう。砂糖そんな重くないよねきっと。あー、ほらほら、あーらららら、気持ち、あー、でも事故っちゃったわ。待って、でこうして、待って、でこうして、でこうして、ほらほらほら、あー、でもこの坂が、あー、大丈夫、いけ。でこれをこうして、でそっちに入れれば、ほら、あーと入らん、ギリ入らんか。待て、いきますよ、まだ諦める。でこうして、ほらほらほら、でこれで、あ、違う、こっちじゃないな、向こうか。はい、砂糖台、おー、で砂糖補給完了、オッケーオッケー。でいちごはビニールハウスで作れるんですけど、私の家の近くのビニールハウスまでいちごを取りに行くのはめんどくさいので、とりあえず近くにいちごを作りましょう。いちごのビニールハウスね。生産グリーンハウスで、まあそんなに大きいのじゃなくていいや、うん、ちっちゃいのでいい。あー、ここならいいじゃん、よし行きましょう。はい、オッケー。でじゃあこのビニールハウスに水も入れましょうか。はい、オッケーです。で今度はじゃあビニールハウスの中入って、はい、こっちね。でここにトマトじゃなくてイチゴね。はい、じゃあこれ有効化して、で水も、あー、たくさん入ってんな。これぐらいのサイズだったらこれでも大丈夫そうだね。じゃあお願いしますよ。はい、でどう閉める。はい、開けたら閉めるね。で今度は、あのね、私ね、すっかり忘れてた、小麦粉も作らないといけないから製粉工場も作らないといけないんだ。製粉工場は製粉はどれだ、これだ、穀物工場だね。じゃあ穀物工場も建てましょう。穀物工場はよし、で建てました、 OK。 でこれで今度は小麦を持ってこないといけないな。確かね、こっちのサイロに小麦がね割と入ってたような気がするんですよ。飛ぶことはできない。はい、まあ、そんなには入ってないんだけど、確かね、まあまあ入ってたような気がする。わかるかな、あー、わからんか。とりあえずじゃあ今度はトレーラー持ってきましょうか。
さあ、すべての材料を自社で生産するこだわりのケーキ工場、もうすぐで完成するかね。で、これで、はい、荷下ろし、はい、じゃあ小麦荷下ろしします。で、これが穀物工場ですね。あ、少な。で、で、あと大粒麦とかもあれなんだよね、ここにオーバーロードできると。で、管理どこだ。あ、ここか。で、ここでじゃあ小麦で穀粉なんだね、うん、小麦じゃないんだ。じゃあ有効で、大麦、大粒麦、もろこしもこの穀粉にすることができるんだ。はあはあはあ。さあ、まずこちら穀粉ができました。穀粉、あー、で、これも持っていけないか。まあだから、まあ、さっきのトラクターみたいにアタックして持っていけばいいのか。で、これなんでここに漏れとる。これどういうこと、誰か教えて。で、こっちの鶏小屋の方は健康状態、うん、上がってきてるね。 OKOK、 まあこれだったら OK でしょう。あ、で、卵、あ、もうできてんじゃん。あー、で、もうなんかパレットごと掴んじゃってるけども、まあいいや、これ持っていこう。で、こっちの、あー、なに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 なの、これは何をしてるの。バターはまだできんか。じゃあこっちに、はい、卵、はい、持ってきました。で、卵20リットルか、全然入ってねえやん。で、砂糖はマックス入ってるから。で、バターもうすぐできる。今950で60、70、80、90で出てくる。あー、やっぱ出てくる、ナイス。で、やっぱ重すぎます、わかりました。これ持っていけばいいんでしょ。で、あーと、いちごの方もでき始めてるから、ナイスナイスナイス。じゃあこれ持っていきましょう。手で持ってくの。あー、また転んじゃった。大丈夫。で、いちごはここで用意していきません。もうなんかこの辺になんかね、見えないつまずき石がある。で、はい、いちごね、はい、どうぞ。まあ、いちごはすぐたまるか。で、問題は卵だよな。卵はちょっとね、餌をこまめに入れんといかんから、まだまだね、持ってこんといかん。ああ、またで、こちらバターもしっかりできてますね。で、もちろん持つことはできません。ということで、じゃあこれもこのトラクターを使って持っていきましょう。2パレットできてるか、いきましょう。で、こうして、で、こうして、あー、キリ持っていけるかな。ゆっくりゆっくりゆっくりでいいから、焦らなくていいから、焦らなくていいからそういうところあるよ、のペンさん。で、こう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 、あー、頑張れ頑張れ頑張れ、パワーパワーだ。あ、いける、よし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 。で、もう一個もう一個、はい、じゃあこっちで OK、 バター補充完了。よし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 。で、これで、まあ、あとは卵と、あと何がいるんだっけ、なんか忘れてる。ね、ケーキは、あと、いちご、あ、牛乳か、牛乳もいるんだ、バターだけじゃねえじゃん。さあ、これで牛乳をオーバーロードすれば、オーバーロードすればケーキを作るはず。さあ、お願いします。8000リットルもね、作ったからね。さあ、で、どうでしょうどうでしょう。8000リットル持ってきたんで、2000リットルくらい余るのでは。あ、そんなことないわ。あーっとね、1000リットル余ったか。まあ、これはじゃあこっちの、乳業工場に持っていきましょうね。さあ、どんどんバターを作るんだ。はいはい。で、この埋まったイチゴどうしような。みんなに食べてほしいな。さあ、ということで、ケーキはどうでしょうか。ケーキ作り始めてる。こちこち、あ、お客さんも大喜びでしょう。で、ケーキはね、まだ作り始めてないか。ちょっと待ってね。じゃあ時間を進めて、よし、ケーキ作り始めてる。だけど、卵といちごが全然足りないので、多分ね、ここに並ぶまでに相当時間はかかるはず。1個いくらだったっけ。ケーキは1個8500ドルか。
ちょっと安くなったかな。で、小麦粉、あ、小麦粉結構高いね。ちなみに、小麦とかとはあんま変わらんか。じゃあ、作り損じゃない。で、牛乳は、あ、牛乳は結構高く買い取ってくれるところもある。で、卵はね、ちょっといろいろ、なあ、ありなんだよね。で、あと、いちごは安いもんな。うん。で、あとバターか。バターはどんなもん？あ、バター結構高いね。あ、チーズの方が高いじゃん。嘘。さあ、一晩経ちまして、こちらケーキできてる！すげえ！これがケーキ！あ、誕生日ケーキじゃん！すげえすげえ！マジか！嘘！で、これ持ってっていいの？で、重すぎます！マジか！パレット自分で持てるよ。となったら、これ、フォーク持ってくるしかないか。で、ちなみに、ケーキを売買してる場所はどこ？あ、農夫の庭か。あそこまで持ってかないといけないんだ。なので、じゃあ、フォークリフト持ってこよう。フォークリフトは、ここにあるね。よし、じゃあ、これ持ってきましょう。さあ、フォークリフト持ってきたぞ。で、もう一パレットぐらいできないかな。頑張ってるところか。もうちょっと待ってて。で、卵も持ってきましょう。あれからね、ニワトリ120羽ぐらい追加したから。あーで、やっぱり卵を産むペース早くなってるね。ナイス。でも、餌が、あー、まだあるか。オッケーオッケー。でも、だいぶ減りが早い。ということで、はい、じゃあどうぞ。はい。で、これで、あー、もうちょっとこっちね。なんと細かい。で、これで卵はめっちゃ入ったか。よし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 。で、次はイチゴですよ。で、イチゴはね、私なりに効率のいい運び方を考えまして、まずこうするんだ。こう。で、こうやって持ってくと、ほら見てください。ほら、もうたくさん向こうの方へ持っていかれるでしょ。で、ちょっとこれ邪魔や。さ、ちょっと向こうに行きなさい。で、この埋まったイチゴはどうにもならん。で、こっちに、あのね、卵もあるんだけど、これも埋まっちゃったからね、もうこれどうしようもないわ。じゃあ行きますよ。はい。じゃあ綺麗にね、持ってきますよ。はい。あー、いいですね。なんかこういうコンベアとかあった方がいいのかもしれないね。で、こうして。で、こういう風に持っていけば、まあ、だいぶ手数を少なくして、たくさんのイチゴを持ってくることができると。で、まあ、次はフォークが邪魔や。おう、はい。頭いい。で、こうして。あー、あと2パレット目できたか。で、結局、あれか、これが1パレット分か。こうして、ここ、はい。よしよしよし、オッケー、はい。で、こうですね。よし。じゃあ、向こうのイチゴは後で持ってくとしまして、じゃあ、ケーキ持ってきましょうか。さあ、行きましょう。さあ、頼んだぞ。で、よしよし。わーわーわー。で、こうして。わ、この辺し、パレット使いにくい。で、ケーキ400個か。じゃあこうしてこうして、はい。もう絶対ケーキ崩れるよね。じゃあこれを農夫の庭に持っていきましょう。さあ、ケーキ到着しました。で、このケーキがこのゲームで1000リットルあたりの価格がナンバーワンなんで期待大ですよ。で、ケーキはここでは荷下ろしできません分かってます。何回言われたことか。で、ここですよね。じゃあ行きましょう。はい、まあ、あんだけ手間暇かけて作ったケーキだからね。しかも全部うちの会社でね、作った材料で作ったんでね。で、4451ドル、安っめちゃめちゃ安くない？もっと高くてもいいのでは。マジか。どうしよう。なんかもっと高いのを想像してたけど。まあだから、トラックに積んで、たくさんいっぺんに運ぶみたいな感じになるんだね。さあ、念願のケーキが出来上がったということで、今回はここでしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ペペでした。さよならー。